岸田総理は新型コロナ対応を政権の最重要課題として掲げ、感染者の抑え込みに全力を挙げる考えを強調します。政府与党は夏の参議院選挙を見据え、対決法案は提出せず、6月15日まで150日間の会期も延長しない方針で、守りに徹する構えです。その上でコロナ対策の裏付けとなる2022年度予算案、そして岸田政権の目玉政策である経済安全保障推進法案や子ども家庭庁の設置法案などを速やかに成立させて成果を強調したい考えです。これに対し野党側は、在日アメリカ軍基地での感染拡大や3回目のワクチン接種の遅れなど、政府の新型コロナ対策を追及する構えです。ただ先の衆議院選挙で維新の会が躍進したこともあって、野党内の足並みは必ずしも揃っていません。この国会の行方が参議院選挙の結果に直結することから、与野党ともに正念場となります。